ハッシーです。おはようございます。これから、栃木県佐野にお話し会に行く予定です。で、10時から2時までやって、で、その後、すぐに、今度は電車でね、奈良、郡山へと移動する予定です。で、明日、奈良郡山でお話し会をして、行くというスケジュールをこれからこなしていきますんで、どうかよろしくお願いします。で、佐野に関してはね、まだ席がありますから、よかったら飛び入り参加お待ちします。はい。じゃあ次。ここにね、綺麗なお花を、ね、飾ってあって、ここに、花瓶にしてお水がついてるんですけど、数日前のこのお水がちょっと濁ってたんだよね。この濁ってたら、なんと視聴者さんから、その濁ったお水がとても気になりますということで、ご指導いただきました。大変にありがとうございます。もういろんなところをね、見せてくださるんでね。で、僕先日、自分のこの YouTube を、48インチぐらいのでっかいテレビで、見せてもらう機会があったんです。で、自分の YouTube をテレビの大画面で見てみたら、まあ、いろんなのが見えんね。目のシワだとかさ、鼻毛が出てるとかさ、まあ、よく見える見える。このスマホの画面とわけが違う。もうびっくりしました。はい。はい。じゃあ本題に入ります。今、予言、ね。この予言というものについて昨日僕は YouTube で話して、をさせてもらったんですね。で、昨日1日で約10件以上の、ご意見の LINE をいただくことができました。まずは大変にありがとうございます。このね、予言というものは、本当はしていいものかどうかっていうことが今とても議論になってます。うん。どこの世界でもそうなんですけど、なんていうの？投資の世界でもそうだね。うん。未来を予測して、そしてその予測をもとに、なんていうの？この、投資の、何を投資しようとか、いつ売ろうとか、いつ買おうとかって、そうやってゲームを楽しんでるね。天気予報もそうだね。事前に晴れるんだか、雨が降るんだかっていうことを予想して、それを聞いた人が、じゃあ傘持っていこうとか、今日はやめとこうとか、何らかの判断をそれぞれがみんなしてるね。だから、この予言って言われると、なんだか、ノストラダムスみたいなことを思い浮かべるけれども、でも、この予言っていうのは、大なり小なり生活の中に根付いてんだよね。で、この根付いたことに対して、これが、賛否があるよと。で、特に、宇宙を語る、うん、創造主の話を語るという時には、創造主は予言をしないよとかいう人もいるし、巷の YouTuber は、来年の大峠、うん、天変地異をバンバン喋る、ね、語る人もいるよね。で、どっちも悪気はないね。どっちも正しいね。という中で、本当にこれは議論というか考える。うん。自分なりに考える。皆さんがそれぞれ。ということで、ちょっと、いただいた、LINE の内容を、いくつか紹介させてください。どうかよろしくお願いします。はい、いきます。1個目。僕のね、ハッシーの YouTube を見て、送らせていただきましたと。最初にインパクトあることを言って、話を聞いてもらう手法で、ショッキングな予言が、多くの人の注目を集めやすいのだと思います。うん。最初のショッキングなことだけ印象に残り、その後に話される本当に大切なこと、ね。
発信者が本当に伝えたいことがちゃんと聞けない人も多いのだと思います。その通り、うん、聞く側が育っていない、うん、時期尚早、うん、そんなことかな。というか、洗脳、死への恐怖が深すぎて生き残るためにジタバタしなくてはいけないと思っている人が多いのかもしれませんと。うん、その通りだね。生き残りたいのクエスチョン、生き残って何がしたいのクエスチョンから自問自答が必要だと思うけど、不特定多数の他人に自問自答をしろと言って自殺ね、うーん、これなんていうの、幇助って言ってるかな、なってしまっては、元も子もない大変ね、笑いとなってます。でもちゃんと大切なことを聞いて理解できる人ね、かっこ頭と魂がつながっている人が多くなっているのも確かだと思います。予言に振り回されたい人も意味があるかもしれないので、大峠にたくさん人助けとかほっとけばいい。うん。ただ、予言に地球が、予言ね、予言で地球がなくなる内容がある場合、集合意識にその内容が入るのは嫌なので、ね。次のお話し会に参加したい際、お伺いしたいと思っています。その通りだね。どんどん聞いてほしいね。先進のことも、石井さんの話も直で聞くのが楽しみですということです。はい、じゃあ次の方の、LINE を紹介します。私、地球、太陽系、銀河系、さらなる世界は、すべて霊性を持った命であるものです。すべては成長していると。成長の過程で何が起ころうとすべてよし。お、素晴らしい。手入れをしながら、整理整頓しながら成長しているのでしょう。うん。その中で目に見えるもの、ことは現実のほんの一部。その通り。聞こえることもほんの一部。一つのことが見える周りには、人からすれば宇宙の果てまで、果てまで及ぶと。エネルギーが育って初めて一つの物事であることを、人はすっかり忘れてしまっています。うん。昔は耳で聞いているのはほんの一部ですと。体のすべてで聞いているのですと。うん。見るもの、自分が認識できないところがほとんどなのを一つの物体として認識されるのですと。これを踏まえると、自分がこれからの世界に向けて、この宇宙の中で、どの役割をするかを、まず整理することでしょう。その上で、宇宙のどの役割のエネルギーとつながるかになることでしょう。そこから宇宙と一体になって、宇宙の成長のプロセスを享受する、生き様が始まっていくことでしょうと。深いね、深い。うん。すごいな。宇宙の、意向を読み取り、自分がその中でどんなパーツを選んで役割を果たしたいかはそれぞれの自由をいただいていますと。予言が気になる、先の生活が気になるとは、今に意識が抜けている。成長している宇宙の中での立ち位置、自分のやりたい役割に意識を向けていないことになりますと。その通り、その通り。
ここは僕に同じだな。今はすっかり恋に自分を失わされてしまった状態で、ネズミを狭いところに2組のペアを入れておくと、どんどん増えて奪い合い、ついにはオスがオスを追いかけるまでになりますと。うん。ややその状態にまでなった、いやしい人間社会にまでなった現実を踏まえ、大きな現実社会に意識を向ける大切な時でしょう。動物以下、クエスチョン。なんだこれ。読めないな、難しい。悔しい人の集団から、いやしい人の集団から慈しみを持った人として、進化していきたい、のでしょうと。食うがために働く。食うがために山、海、大地を捨て、コンクリートの中で文字を追う生活がいかに異様な世界であることも見えてくるでしょう。ミクロからマクロ、すべてはつながっていますので、どこからでも自分がこの宇宙、命の波にスッと乗り込めるのですと。まるで、縄跳びの縄の中に入って飛べるようにと。自分の過去、周りを整理するもよし、体を整えるもよし、気持ちの整理もよし、今までの思考の癖、ネガティブな思考の癖を手放す。何からでも全ての人には等しく機会は与えられていますと。弥勒からマクロに向けて祈りの内容に、全てにつながる道すがらが浮き彫りになることでしょうという素晴らしいラインをいただきました。ちょっと時間になりましたんでね、一回ここで読み上げは終わりますが、ここは本当にみんなでね、考えていきたい、テーマだと思います。で、こうして、それぞれが真剣にね、自分の意見を、こうして、こう、みんなにね、表現できるということが、とてもすごいことだな、というふうに思います。イエーイ。